まあ、今回なんで日吉大社に行ったかっていうと、まあ、某アイドルグループが、まあ、ロケで行ったってこともあって、まあ、ステージと化してるんですよね。で、まあ、過去にまあ2回ほど行ったことあるんですけど、その聖地の目的地まではそんな距離がないんで、まあ、じゃあ今回まあ行ってみようかってことで、まあ、来ました。あ、でもだいぶ近くなってきたね。結構肉眼でも見えるような距離だから、まあ、登ってまっすぐ、まあ、着きますね。はい、まあ、入り口付近に、まあ、着きました。パンフレットもらったんですけど、あの子たちが行ったのはこれですかね、小金の大岩ですかね。まあ、ここに今早速、まあ、行きたいと思います。で、まあ、標高が381m、まあ、登っていきたいと思います。これから登りです。で、まあ、ただいまですね、まあ、頂上着いたんですけど、景色がですね、だいぶさっきより綺麗になりましたね。まあ、遠くまで見渡せることになりました。せっかくなんでですね、まあ、オタクっぽいことしてみますか。まあ、こんな感じでいかがでしょうか。まあ、ただキモタみたいになってますけど、例えば日向坂46のドレミソラシドのあのヒット祈願の時にあのドラゴンボード乗ったじゃないですか。で、さ、まあ、さっきあの日吉大社で、まあ、聖地巡礼したんですけど、あの時にちょっと思ったんですけど、そういえばあのドラゴンボードのゴール地点、まあ、スタート地点はマイアミ浜だったんですけど、あれ、そういえばゴール地点ってどこだったっけと思って、で、まあ、探してたんですよ。で、まあ、見つけたんですけど、これですかね、確かここだったはずなんですよ、僕の記憶では。多分ここですよね、あのドラゴンボートのゴール地点ここなんですよ。ここから、まあ、日吉大社に移動しましたよね。マイアミ浜からスタートして、今ここでゴール。いや、それにしても景色がすごいですね。ここは、この辺は南草津で草津かな。で、こっちがまあ瀬田、まあ大津方面ですね。区なんで、まあ、また今回もオタクっぽいことをやってみますか。どうぞ。これでいかがでしょうか。